皆さんこの目標設定を舐めすぎです。これちゃんとやってない人もゲロアマですよ。どうも、ひなたです。今日ですね、声優志望者なら4月中にこれだけは絶対にやっておいてくれっていうものについて喋っていこうと思います。これをやらずに声優を目指すというのはかなりの無理ゲーです。RPG のゲームで初期装備のままラスボスに挑むようなものです。なので今回紹介するものをしっかり見てもらって、あなたの目標、ラスボスを倒しにかかってください。ちなみに今回の動画にですね、特典パートというか皆さんへのプレゼントを用意しました。今回の動画の内容を見た上でそちらに臨んでもらうといい結果が望めるんじゃないかなと思っています。最後まで見ていってください。それでは4月中にこれだけは絶対やっておいてくれ。それは何かというと目標設定です。っていうと、いやいや、ひなたよ、目標設定なんて当たり前すぎますよって人多いと思うんですけれども、皆さんこの目標設定を舐めすぎです。これちゃんとやってない人もゲロアマですよ。全裸で蜂蜜まみれになってクマさんの前に立つようなもんですよ。これがいい加減な人が多いから大半の人がプロになれずに消えていくんです。これは僕のスクールの子には口酸っぱく言ってます。なぜならこれをやるだけでライバルに勝てるからです。ちゃんとやることによってあなたの成長速度が爆速で上がるし、最短ルートで成長させることができます。今日はその目標設定をする上でのポイント2点を紹介していこうと思います。まず1つ目、爆速で成長できる目標設定のポイント、ちょっと想像してみてください。あなたの推しキャラがいたとします。で、推しキャラの推しグッズがあったとします。で、方々手を尽くしたけどもそれが手に入りませんでした。めちゃめちゃ悔しいですよね。でも SNS 上で知り合った人がそれを持ってます、あなたと交換していいですよって言ってくれたとします。ただしその人は隣の県の人です。どうしますか？推しキャラのグッズが絶対手に入るんだったら県ぐらい超えますよね。一方こちらも想像してみてください。普段あなたはとても努力して演技の勉強に励んでると思います。学校が忙しい中、仕事が忙しい中勉強してると思うんですよ。で、そうなるとめちゃめちゃ疲れて家に帰ってくること、お風呂入るのすらめんどくさいっていう時ありますよね。じゃあその時あなたの部屋からお風呂場まで何メートルですか？さあこの2つを比べた時距離が短いのはどっち？言うまでもなくお風呂までの距離ですよね。でもお風呂までの道のりめちゃめちゃ遠く感じません？はい、ここがポイントになります。爆速であなたを成長させるには高くてワクワクした目標設定をすることです。推しキャラの手に入らなかったグッズが手に入るってなったらもうワクワクで支度して速攻で電車に飛び乗れますよね。一方疲れてる状態で向かうお風呂、だるいですよね。原動力が違うんですよ。エンジンの回転速度が全然違うんですよ。声優という目標を叶えるにしても、ただ漠然と声優になりたいじゃなくて、声優の中でも高い目標設定して叶えた時にワクワクするっていうものを想定しておくと、日々の練習がもう楽しくて楽しくて仕方なくなるんですよ。そうすると練習量がえぐいことになるんですよ。努力の天才になれるんです。そして2つ目の最短ルートで成長するポイント、またちょっと想像してみてください。今あなたは家の玄関前に立っています。そこから一番近いスーパーかコンビニを1個浮かべてください。で、そこまでのルートを口で説明しようとしてみてください。多分できると思うんですよ。じゃあ一方今まで行ったことのない県を1個浮かべてください。で、その県の県庁所在地ではなく、その県の第二の都市を想像してください。そこまでの行き方を説明してくださいって言われたらできますか？結構難しいですよね。さらにそこに条件加えます。地図を使ってはいけません。ネット検索してはいけません。人に聞いてはいけません。という条件が加わったらどうなりますか？相当な無理ゲーですよね。この違いって何だと思いますか？確かに距離が近いっていうのはあるんですけれども、前者の方は具体的に目的地がどこにあるかをあなたが分かって、そして行くまでの道筋手順も分かっているからたどり着けるんです。後者の方はゴールの正確な位置も分からないし、行き方も分からないっていう状況なんです。漠然と声優を目指すっていうのは、行ったことない県の第二の都市にネットも使わず地図も使わず誰にも頼らずに行くって言ってるようなもんなんですよ。しかも声優を目指す上ではこれにプラスアルファいついつまでにたどり着かなきゃダメですっていうものも入ってくるんですよ。さあ大変だから声優を目指すときに具体的な目標設定が必要になります。プロの声優ってどういう人なのか、どういうスキルが必要で、それぞれのスキルがどの程度のレベルまで上がっているとプロになれるのかなっていうのを考えなきゃいけません。そしてさらにそれぞれのスキルを水準まで高めるにはどんなトレーニングが僕には必要なのかなって考えないことにはたどり着けないです。なのでゴールをできる限り具体的にして、それをやる上で必要なトレーニングは何かなっていうのを洗い出しましょう。これらの2点を意識することによってで、ワクワクしながら最短ルートで目標にたどり着くことができます。今回の動画を見てくださってるあなたはきっと
と本気なんだと思います。それは素晴らしいことです。でも気合とかテンションとかノリだけではたどり着けないところがあるので、今回のポイントを意識しながら目標の再設定をしてみてください。あなたが声優になれる日を楽しみにしています。はい、ここからは特典パートになります。目標設定の2つのポイントを言ったんですけれども、とはいえどうすればいいのってわからない人が多いと思うんですよ。なのでドン、これを使うことによって目標設定がちょっと簡単になります。これを使って目標を再設定することによって、確実にこれをやる前よりは成長速度を上げられることができます。で、こちらなんですけれども、僕の LINE 公式アカウントを友達登録してもらって、キーワード目標設定を入力してください。これを入力してくださった方には全員にこれをプレゼントしております。これを使ってあなたの成長速度を上げてください。はい、最後に1個だけ告知させてください。サブチャンネル日向の教室部活編というのがあるんですけれども、そちらで現在僕のスクールの在校生限定の歌ってみたコンテストというのをやっています。この後に紹介動画が流れますので、この子応援したいなっていう子がいましたら、ぜひぜひ投票してあげてください。以上、日向の教室の日向でした。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化。